まにもござりますれど、江戸初上りの七三郎様の名案書、まずは武蔵の月の眉、富士と筑波を両に見て、こととをしとも都取り、今なり平の神橋も、八つ市城をつとつとの藩、登る旅地の東海道、今日の都に初現山、平と平等のご意気をおこん、敬って御願い、あげとてまつる。同じようなやつ仕事をするなんぞ、お従者に歯向こう灯籠ののじゃ。よう、まああんなアホなぐれ事ができるもんや。ほんまにござります。あんたはんのような非売大臣の未亡者でのうても、
今日一般の噂は皆そのように江戸の役者の底が見えたというとおります。七三郎殿も身内が花じゃと。そりゃそりゃなんぼ江戸の名人上手か知らんが、身も蓋もないまるで砂でも噛むようなサバサバっと味のない芸や。藤十郎殿の色気たっぷりなトロトロっと油のような芸と違うて。亀屋さん、それはお間違いでございます。七三郎殿は近来のお上手です。私の見ますところでは、この人の上に立つ者は当時一人もあるまいかと存じております。いや、それは恐れ入った。またご謙遜で。さようではございません。皆様のご贔屓、藤十郎、身にしみてありがとうはございますが、今度の川西にこちらの価値となりましたは、いわばただ時の運とでも申しましょうか。それだけでございます。とにかく久三郎殿の芸はご立派なものでございます。どれ、茶屋など行ってブブ漬けでも買っ込んでこようか。ではごめん。七三、亀屋さんはすぐお送り申して。ユーザー寄ったついでにちょっと寄ってみたんやが、いやもう毎日毎日ようあかんことや。いやこれだけ精を出せば少しはご利益がありそうなものだったな。まあ何のご利益が。藤十郎殿が舞台でしよるあれや、初回から何の雲の寄生書を書かすような腕が欲しくての。まだ亀屋様の天狗な。下がおかじは旦那の清兵衛殿が亡くなってもう5年。ようまあその間辛抱ができたな。あいやいや、悪う思うてくださるな。この宗姓の王女隊をようまあその細腕で持ちこたえてきたと、それを感心してるのや。そこで相談やが、もし困ることでもあれば遠慮なくこのわしに言うてはくださるまいか。あのおかみはん、2階部屋の女のお客さんが呼んではりますね。さあではごめんくださりませ。ほんまに気ままなお人ばかし。まあ一つおしゃれ。なあ、わしらとても同様、いつまでも同じ狂言はやりとうはない。それをつくづくと考えさせてくれたのはあの七三郎殿じゃ。七三郎殿は恐ろしい相手じゃ。またああいうお方があればこそ芸の励みにもなる。どだい昔は役者の芸のみ、見物師は喜んでくださったが、当今は狂言が悪ければ一向に振り返ってはくださらぬ。なあ吉田、人間や女銭金の欲しい時は盗むことさえあろう。まあ狂言ばかりは盗むこともできない。
三郎殿と芸の上では藤十郎決して引けを取るとは思わぬ。ただ七三郎殿が末校から新狂言に取り付いていくその度胸が恐ろしいのじゃ。さようにさようにございますとも。いつまでも形勢がいい八つ仕事濡れ事でもあるまいと思っていた矢先、七三郎殿の生き生きとした実事を目の前に見てハッとしたのじゃ。ああ出し抜かれたとそう考えるともういても立ってもいられぬ気持ちじゃ。この吉座一生に一度のお願いでございます。今度こそ新しいものをお出しくださりませ。今日にもこんな立派な真実の芸道があるとはい江戸の役者にお示しくださいます。ありがとう。そなた一人じゃ。ありがとう。こちらこそこちらこそお礼を申し上げます。太夫殿がいつまでも古臭い狂言にばかり勝ちついておられるのは口惜しゅうございました。残念でございました。だから言わないことではございません。いかな三階の珍味でも毎日食べたら飽きるが道理、いかな夕霧でも別れる時があるとあれほど言うたではございませんか。なあ吉座、今度こそ良い教訓になった。芸道の精進勇猛心があればたとえどのように若大人が頼み込んでもやっぱりとお断りするべきであったのに。藤十郎、自分の芸に頼らず夕霧の人気に頼ったのが不覚じゃ。あまり勧められたので我にも脳を折れてしまった。返す返すも残念じゃ。吉田はもう何も申しません。太夫様よく考えてくださいませ。
つだみたいな歯は。はい。少し暇のようにございます。お互いな。あのな、お松戸。こんなご飯お兄さんに綺麗なところ頼みますな。じゃあもう昼から焼けだけや。なあ、おかみさん。お店まで迷惑をかけてすまなんだが、その代わり来月は必ず大売りにして埋め合わせしますか。そうやとも。あれな、夕霧など、はい、打ち切りだ。ほんまに。極めつきの夕霧を出してさ、客が来んとは。なあ、おかじさん。さすがの藤十郎の芸ももう山が見えたらしい。さあ、それは藤十郎様ばかりの罪でもござりますな。世間の噂では、前の七三郎様の芸が大変新しい言うて。本人、世間様は移り身なものでございますな。本人、そうかもしれん。どうぞ。見てみな、大変に人並みや。分かったよ。この次の出し物はよう考えてくださいよ。江戸より團十郎殿が登った時さえびくともせらんだお主であったが、お御様もこの度はきつう心が弱られたものじゃな。近松様、口幅な申しようではござりますが、藤十郎芸の上では七三郎殿にしまかされたとは思いません。ただこの私自身の芸に行き詰まりを覚えました。死ぬるか生きるかのっぴきならぬ羽目に追い込まれております。ただ
この上はあなた様のお力に。いずれにせよ芸道というものは凄まじいものじゃ。戦場で武士が物の具取って打ち合うよりも一層傷よい魂がいるものじゃ。ただあなた様のお力にすがって真実の狂言を持って生まれ変わりたいと日夜それのみに願っておりました。真実の狂言、真実の狂言か。狂言というものは虚と実との間にあるもの、真をそのままに映しても所詮は嘘と見えるものだな。しかしお主ならば必ず人の心の奥底を恐ろしいまでに描き出してくださるであろう。わしはそれが楽しみじゃ。幸い、いつか筆を下ろそうと考えていた筋がある。それは何でございます？いや、それがまとまるかまとまらぬか、今まで手がけたこともない変わった種なのでな。今しばらくお待ち願いたい。見えてきましたな。そう、奈良のお水取りも済んだし、すっかり忘れておりました。淀川堤でひばりが鳴っておりました。藤次郎殿、新しい狂言の目安がつきました。きっとお引き受け申そう。ありがとうございます。しかしいつできるとは約束しませんぞ。いいえ、いつまでもお待ち申しております。十分にお書きくださります。Thank you.
ましたに。なあ、気を取り直して聞いてはくれぬか。吉田、いらぬ催促をして近松様の頭を生み出すのも心ない所業じゃが、さりとてこの何日かを策ができるのをじっと待っている気持ちはもう全くたまらんのじゃ。ちょうど罪人が打ち首のいい私を待っているように三度のままも六人の沿いは通らんのじゃ。しかしもしお策が弥生狂言に間に合わぬ時にはどうなされます。さあそれじゃもう二月も小屋を閉めて皆に給金も払えぬ。だいぶその日のものにも困る人があるとか聞いた。いえ、太夫様、そんなことをお考えになってはなりません。太夫様、ただ芸のことだけお考えくださいませ。ただ芸のことのみ一心にお願いいたします。ありがとう。そう言われて決心がついた。藤十郎、近松様のお策ができねば芝居はやらぬ。そうじゃ、やらぬとも。わかりました。早速大阪いたします。ねえ大夫、江戸の役者に負けないんでみんながこないって力入れてまんね。もうえらい力の入れ方ですわ。言葉の山下でお待ちになりゃ。皆さん、ありがとうございます。よし頼ます。ほんまに。もうみんな肩入れしとらんで。大夫さん、ほんまに。安城頼ませ。おかみはんのを考えたら、そらいつまででも置いてもらおうと思てんのどって。そやけど田舎のお母さんが帰ってこい帰ってこい言わはりますよってに。あてらも意味とはおげんどすけど、あんの撤退せんならんで。すんまへん。おかみはん、この人らみんな嘘どっせ。みんな前の茶屋からうまいこと誘われてその方へ行きくさんねん。おい知らずめが。まあいいやないか。生きたなら生かしておやりんな。いいえ、こちらの姫なのが悪いのや。私こそほんまに皆へすまんと思うています。近松様の恩策、頂戴して参じました。それがご苦労。さあ、すぐ読んでもらいましょう。いや、待ってください。茶室へ行こう。心を静めて聞きましょう。読んでもらいましょう。下題は大教寺昔ごよ。この書きはお三も平小石の暗がり。お三茂平、去年阿波田口でお仕置きになったお三と茂平の筋か。さようでございます。近松様はわざとあの生々しい実説をば仕組まれたのでございます。生々しい。舌がよくそんな恐ろしい話を。
いや、まあ聞きましょう。春たつと小園雪景をそのままに、霞の山の奥丹波、軒のつららも溶け渡り、谷の水音知ったん。近松様からお酒が届きましたそうな。一体どんな下題でございますか。ただいま読ましております。大教寺昔御用。色気のない下題やな。若太夫殿、後ほどお話しするほどに、しばらくあちらをお控えくださる。すまんが、もう一度花から読み直してくださる。春たつと小園雪景をそのままに、霞の山の奥丹波、軒のつららも溶け渡り。十郎殿は今日も来んのか。吉さん、いつまで読み合わせじゃ。早く立ち稽古せんと間に合うがええか。これこれ千住様、さあお御様が先に立って立ち稽古なさらねば示しがつきません。とも太夫様のおいでがなければ皆どうにもしようがござりません。船頭舵取りのない船同様、どのようにしてよいやら見当がつきません。アホなこと。稽古に出てこぬ太夫も太夫じゃが、また皆も皆じゃ。稽古をしようとせまいと、初日には決まって幕を開けるだけじゃ。太夫様がお見えにございます。何、太夫が。ドナスさん、勝手してすみません。分かったよ。実はあと10日も初日を延ばしていただこうと思いました。諦めて出て参じました。今度こそ静止の境と思い、いろいろと工夫して狂言と戦ってみました。
負けました。そうじゃ、藤十郎殿が出てこられたの幸い。善は急げじゃ。今夜は顔合わせをいたそう。総取殿、いや、わしが行く。わけがあってな、今夜ぜひ顔合わせせんならぬじゃ。いや、太夫殿の気の変わらんうちに太夫手打ちでもしとかな。いつまたぐるっと猫の目のように変わるかわからんしな。皆さん、お手を拝借。締めましょう。もう一つで両手三度。おめでとうございます。ああ、めでたいめでたい。何やともあれ、おめでとうございます。太夫様のおかげでめでたく初日の蓋が開けられます。まず一つお会いをいたしましょう。恐れ入ります。今度こそは山下座へ押しかけていた見物衆の大波がこちらへみんな寄せ返してまいります。一つ前祝いにぐっとお越しくださいませ。いや、そのことを聞くと死にとなります。何の何の、そのようなお案じ込むよ。大当たり大受け合いじゃ。いや、だが太夫様には濡れ事は日本無双のお御様だけに、今度の狂言もまた格別のご思考がござろうと今からそれを楽しみにしておりまするわい。いやこれはだ、これはまっぴら、これは平に。これこれ、子供たち、何をしてるんじゃ。早くもうたりもうたり。今日はめでたい顔合わせじゃ。そこの抜けるまで騒いだり騒いだり。Thank you.
片付けるさかい、広間の方は頼みますね。のものでつい粗相いたしました。下はこのように冷えるところでお風邪などめ。本人はお名護衆の気がつきませんこと。お前にこれはいかいご造作、女中衆かと思うて。いいえ、何の造作がござりましょう。さあ、早よこんなこと。いや、もうどうぞ構わずに置いてくだされ。いろいろとお疲れでございましょうな。今にお冷やなど持たせて参ります。あ、お餅、おかえりと。はい。何ぞ、ご用でも。ちと、話したいことがある。はい。おかえりと。まあ、こちらへ来てくださらぬか。承りましょうか。のう梶殿、今宵は真実藤十郎の懺悔を聞いてくださらぬか。別儀ではござらん。この藤十郎はそなたに10年来隠していたことがござる。思い出せば古いことじゃが、俺らが21でそなたが18の春でござったな。あのおもろの花見に招かれたのは。
我らがそなたを見たあの時が初めてでござったな。そなたの美しさはかねてから聞いてはいたが、よもやあのように美しいとは夢にも思わなんだ。まあ、私らのようなものがお口上手なこと。いや、しかしまあ様、その時からじゃそなたを世にも美しい人じゃとこの藤十郎が思い染めたのは、その時からじゃそなたを一日とて忘れたことはない。口に出して言うは今が初めて。農家人、そなたを見初めた当座は折あらば言い寄ろうと始終念じてはいたものの、若島頼みは親方の掟が厳しく、そのうちにそなたはこの家の尻清兵衛殿のおまわれ人となってしまわれた。その折の我らの胸、我らの胸の内はどのように苦しかったか、今思うてもこの胸が張り裂けるようでござる。そうしてそなたをいつまでも恋しとうのは人の道ではないと、心の手綱をきつう押さえて忍んでいた。そうしてそなたのことをせっかく忘れようとした矢先に、そなたまた一人身となられた。何の因果じゃ、凡夫の浅ましさが、せっかく忘れていた心の炎がまたかきたてられた。あのおかじは定女だ賢女じゃと人の噂を聞くにつけ、燃える心を今日までじっと抑えてきたのじゃ。のおかじ殿、この藤十郎も30をすでに超えて人のこの寿命の早もう半ばを過ぎてしもうて、これほどの恋を10年もこの方忍びに忍んだ、これほどの思いをこの世で一言も打ち明けで、いつの世誰に語ろうと思うにつけてもこの胸が乱れる。能様、この藤十郎不憫とはおぼしめさぬか、哀れとは思われぬか。能岡氏殿、たった一言、たった一言、情けある言葉を聞かせてくだされ。の、これ、岡氏殿。いや、これはいかい失礼よ。舞台の上での濡れ言では、天が無双の藤十郎も、そなたにかかっては、ああ、たわいものを振られました。どうぞ。おっしゃったことは皆本心でござんすかいな。何の天を言うてよいものか。
万七。釈放してくれ。役の工夫がついたぞ。は？役の工夫がついたわ。は？役の工夫がついた。うん。もう大丈夫じゃ。これは何よりおめでたいことで。さあ、これからすぐと稽古じゃ。稽古じゃ。稽古をなさる。したが、もう真夜中では。いや、真夜中でも稽古やり直しじゃ。帰るのでございますか、今。近いのにそんな。いや稽古じゃ。おみんな稽古じゃ。おさんだと。やや届き物見つけた。そこ動くまいぞ。今はきっかけが回り。第一それでは手代にならんではないか。ではどのようにすればお寺にはどんどん工夫がつきませんの。人に役の工夫を聞いて何とする。自分で考えてこそ芸が生きるのじゃ。明日までに考えておけれ。さあもう一度ごめんし。さあもう一度やってみる。このままじゃぞ。よいの。はい。大丈夫ですか。もう何でもどうぞお願い。今の息でやってたんだ。よいの。叶えてはたまらんか。これおさんと。よう付き合ってくだされたな。藤十郎、厚くお礼を申します。我らの芸が生きるか死ぬかの境じゃ。勘弁してくださるの。いいえ、私らこそ教えていただいて本当に役の性根が分かりました。どうもありがとうございます。ありがとうございます。手数をかけてすみません。すみません。の吉田、今の工夫はどうであろう。結構でございます。結構でございますと。そうか。ありがたい。そうじゃ、千住殿、お身の衣装についてじゃな。どこぞ変わりましたかい。うん。ちと考えがある。まず頭は両輪はやめて丸上げちゃう。衣装はそう小紋がやる。やはり眉を落として金をつけ、どこまでもつつましゅう。吉
ちんと。狂言そんなところが太夫殿は今までそこんとこの工夫がつかぬと大変苦しんでおられたが、今夜急に目が覚めたように稽古を始められて、いやどっからあのような生き生きとした工夫を持ってこられたか。肝心なよ忘れた。次に弁当を80本に茶の支度を務めしんじゃ。時はずれに誠に申しにくいが、いえ、まあ動作もござります。まあ聞いてくださります。なおさんだ、模型の20年も忍びに忍んだ恋を、これほどのきつい思いをこの世で一言も聞こえず、この世誰に語ろうと思うても、この胸が乱れるの、この模型を不憫とは思われんか、哀れとは思われんかの、これおさん殿、あきまへんよ。
どないしはりました？おかみはん、何ぞ言うとおくれやす。金子はん好きや言うてたな。土田はんどっか。そりゃもうほんまに好きやったら今のうち所帯もつくふしたらどうや。飽きまへんわ。こっちが好きでも天と相手にしてくれはるまへんわ。それならお前諦められんか。女子にとって一生のうちほんまに好きな人はたった一人よりあるもので、諦めようとしてもいくら諦めようとしても自分の本心は追い詰まる。ほんまかいな、茶屋の女房が日本って。ほんまとも。そういえば
水蔵薬毒を教えぬ太夫様が今度に限って千住殿に細かく工夫をつけ合ったの。そこじゃ。あ、岸田様。なあ金子はん、あんた聞きなはったか。何を。今度のお三無兵の役の工夫はある茶屋の女房が見本って。そんなことがあるのか。ほれ、太夫殿が顔寄せのよさりいきなり役の工夫がついたと稽古なさったやろ。あの晩じゃそこの女房に偽りの恋を仕掛けて役の工夫を得たとか。北川、そのことは今日は大事の新作の初日じゃ。決して決して太夫様の耳に入れてはならんぞ。いいか、芝居の邪魔になってはいかん。な、皆の衆頼みますぞ。相変わらず忙しゅうて結構な。旦那、おはようございます。ちっと評判やで。なあ、ほんまに評判や。今度の狂言はそなたが見本だそうな。こりゃいっぱい買わんならんな。おかじはんも妙がな人や。そんな隠したかってみんなそう言うてはるがな。
きにありがとう。おおきにありがとうございます。長屋の連中も喜んでますぜ。ほら、あの太鼓。みんなが押しかけてきてまんねん。もうみんな仕事休んで、やって、距離を置いて、あの音聞いとくんなれ。とうとう山下さんに買ってくれましたな。これで私らも大手を振って歩けますか。おおきに、ありがとう。ありがとう。おおきに、ね、ごめん。Yes.